はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もフォールアウト4続きをやっていこう。ここは飛空艇プリドゥエン BOS の飛空艇で、引き続きこの BOS のクエストをやっていこう。インスティチュートとの戦争をやる。で、ここのナイトとして就任してパワーマンを支給された。そしてパラディンダンスも仲間になった。で、今やるべきことはツアーオブデューティー、まあ、ここの仲間たちと話をすると、まずは信頼を勝ち取らないと。まずこの人、話に聞いていた新兵ね。イングラム。思っていたのと違うわね。残念そうだ。がっかりしたか。がっかりしたのではなく驚いただけよ。いつも連れてくるウェイストランド人のようには見えないわ。いずれにしてもここまで会いに来てくれたんだから、この話はこれで終わりにしましょう。名前はイングラム。素晴らしく、そして可愛いこの整備ピットに来てもらえれば会えるわ。パワーアーマーの股の部分がきつすぎたり、プリドゥエンが地面に衝突しそうになったり、ロボットがおかしくなったら会いに来なさい。パワーアーマーは？ここでパワーアーマーを手に入れられるのか。おや、新入りの最初の質問はいつもそれね。どれどれ。場所は知ってる。かなり立派な T60 型スーツを修理したばかりだわ。左足の作動装置が少し厄介だけど、ゾッとするものから身を守ってくれるでしょう。ベイ3にあるわ。この船では毎日必ず5つか6つは故障するわ。ここの仕事にかかりっきりになってからは昔ほど元気ではなくなった。仕事が次々舞い込んでくるから。なるほど。でも実際のところよく動き回っているように見えるよ。もう片一方よりはいいことだと思うわ。ともかくパワーアーマーで何か修理が必要なら、ここら辺のワークショップを自由に使いなさい。ワークショップ。ではそろそろ失礼するわ。仕事に戻らなくては。オッケー、イングラムと話した。まあ、ベイさんってことはまあこれでいいんだね。他のやつ触っちゃったらこれ盗んでることになっちゃうしな。で他の人は2つ地点がある。なんかここらない。コーヒーが飲めそう。酒もある。ナイト、スツールを引き寄せて。給食担当官、パンもらって。あなたか、キャプテン。兵士よ、ようやく立ち寄ってもらえて嬉しい。身体検査を受ける準備はできている。身体検査。皮肉を言う。検査にワセリンとゴム手袋が出てこないなら準備はできている。いやいや、そういう検査ではない。これから医学に関わる質問をしていくので。質問か。できる限り答えていただきたい。最初の質問をするよ。はい。子供の頃、長期間にわたり放射能にさらされたことはあるか。子供の頃。子供の頃というか200年前を何の頃と言えばいいだろうか。どうしようかな。あるのか実は分かんないんだけど。ボルトテックの審査を受けた。そんなことはボルトテックの審査の過程でとっくに分かっていたんじゃないのか。ボルトテックの審査の過程だって。ちょっと記録を確認させてくれ。ボルト居住者だったのか。おそらくここの仲間の誰よりも健康だ。健康。いずれにしても記録を見落としたことは謝る。次の質問に行こう。きっと分かってくれるはずだ。よし、2つ目の質問だ。伝染病を媒介していると診断された人に接触したり出くわしたりしたことはあるか。特にないと思うな。大病を患ったことはない。それはよかった。3つ目の質問だ。どうか正直に答えてほしい。人間以外と考えられる種と性的な関係を結んだことはないです。ないです。ないけど皮肉を言ってみよう。でも大学時代に一度強烈な不細工な女と、つまりみんなにそそのかされたから。そうなのか。お酒の力を借りて。それは該当してるとは言えないな。なのでノーとしておくよ。最後の質問だよ。人間であるか元人間や機械であるかどうかに関わらず、 BOS の敵に引き金を引くことに何か問題はあるか。
そうだなってなんだろう。身を守るためなら何でもする。自分の命が危険にさらされるなら、身を守るためにどんなことでもする。まずまずの回答だ。そう答える人が一番多いよ。素晴らしい。必要な情報は全て揃ったよ。問題はないようだから、すぐに任務を始めて大丈夫だ。医療支援が必要になったら連絡をするように。ナイトキャプテンケイドと会った。もう一人猫がいる。いや、この人。ああ、よかった、やっと来たか。その本あ、進めちゃった。人違いだ。人違いをしていると思う。新しいメガネがないか収納ボックスの中をくまなく探す必要がありそうだ。待っていた人物とは明らかに違うわけだが、どうしてここに来たか教えてくれないか。この辺について学んでいる。プリデュエンの様子を学んでいるところだ。様子を学んでいるって。ああ、わかったぞ。パラディンダンスが報告書で説明していた新兵か。通常であればこちらの部門をちゃんと案内してやるのだが、ところが調査パトロール隊の手配が遅れている上に、技術に関する資料の依頼攻めにあっているんだ。残念ながら仕事をやり遂げるのに必要な人員が不足している。どんな資料、どんな技術資料を探しているんだ。 BOS が主に集めようとしているのは、進行中の任務に役立ちそうな情報だ。医療記録、科学日誌、武器設計図、その中にいかなるものでも有益なデータが含まれていれば手に入れる必要がある。手伝おうか。もしかしたら手伝ってあげられるかもしれない。それは素晴らしい。連邦を巡回するときには図面、メモ、マニュアル、本、図表など有益な技術データが含まれているものに目を光らせておくように。回収してきた資料を一束ごとに報酬を支払う権限が与えられている。それと、もし調査パトロール隊への配属を希望しているなら、入隊を待っている隊はたくさんあるぞ。ともかく会えてよかった、ナイト。オッケー。技術文書を連邦から、連邦各地にあるから集めてきたら報酬にしてあげますと。なぜそのガラクタを気にしてる。欲しいからですさあ、ツアーオブデューティーが完了。ショーノーマーシー、エルダー・マクソンと会う。どれだけ多くの戦いに勝ったとしても、したか。ショーノーマーシーってことは情けや無用ってことか。こっちか。つまりあなたが新しいナイトってことですね。チームに歓迎しますよ。はい、ナイトです。あれ、待ってよ、パワーフはまだ来てなかったけど、よかったかな。どこにいる。とりあえず話しかけよう。プリデュエンの連中との顔合わせは済ませた。ならば次の任務の準備はできている。どうしよう。ちょっと待ってね、パワーマー来てこうよ。パワーマー起きてこよう。今連邦は朝だ。朝かな、夕方かな。アドビクトリアム、ブラザー。さあ、パワーマー起きてきた。来てきたけど、わりかし減りが早いのかな、フュージョンコア。まあ、替えを今いくつか持ってるからなんとかなるか。これで準備 OK。 エルダーマクソン、プリデュエンの連中との顔合わせは済ませた。ならば次の任務の準備はできている。どうしよう。大丈夫です。ああ、エルダ、よろしい。ではすぐに始めよう。構わないかね。あちらを見たまえ。ストロングトリデだ。今はスーパーミュートがはびこっている。あの生来の異常者どもに鼻先まで近づかれたままでは胸のムカつきが抑えられん。さらに悪いことに奴らは今度の作戦で使えそうなヌカランチャー弾頭の大量備蓄の上に腰を据えている。あそこに行って動くもの全てを排除し、備蓄場所の安全を確保してもらいたい。質問は？大丈夫です。すぐに取り掛かろう。いいか、しきりにインスティチュートと戦いたがっているのはわかるが、今は待つのだ。あのアボミネーションどもが核兵器の備蓄にすぐ手の届く場所にいるの。
EOS として見過ごすことはできない。ミュータントどもを根絶やしにできるとはありがたい。それでこちらでベルチバードを準備させておいた。完全武装でいつでも出発する。ヘリか。これでストロング砦にメッセージを伝え、汚らわしきミュータントどもを地上から一掃してもらいたい。解散だ。オッケー。武装ヘリのベルチバードに乗る。ヌカランチャーということはかなり強力な兵器を持ってるから、それを確保してほしいと。あ、ミニニュークね。これかなり希少な弾と武器だったけど、これケロック相手に2発も使っちゃったしな。もったいない。これは使用をちょっと控えよう。で、あ、そっちか。とりあえずスーパーミュータント相当か。これ乗ってイニシエイト。あ、じゃあこれでドンパチしちゃいなさいと。どう動いた。これ他に操作あるのかな。特にない。お、あれ仲間か。射撃訓練中か。あまり遠目だと砦とかよく見えなかったけど、生きてる。あれエビみたい。ああ砦だね。照準台に捉えておけるかやってみる。あ、いるね、ミュータント。処す？処す？処す？なんだあれ、すごいのいるよ。どこにいる。これバッツは無理か。バッツは使えない。あれなんだあれ、ベヒモス。弾無限かこれ。あれ倒そう。石投げてきてる。強い。 OK。 他にもスーパーミュータントが。どっから撃ってきてる？いた。なんだ？なんだ？降りたな。倒して。来てる来てる。倒して。いた。隠れてる。倒して、右にいる。ブッチャー。熱い。硬い。熱い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 。倒して、まだいる。まだいる？どこだ？とりあえず機銃についていたいけど、近くにいる？シュリに戻った。今倒したスーパーミュータントが何か持ってた。そういうわけじゃない。 OK、 ライトオーソリティ使おう。あ、もう確保しちゃった。砦か。見事に荒廃してるけど。おっと、放射の物質もあるな。ベヒモス、デスクロの肉持ってる。なんで。こっちか。必要になった時は
集合地点ここに入ると、 US アーミー、なんだこれ見えないな。ストロング、ストロングトリデの武器庫、武器庫入ろう。うわ、スーパーミュータント特有のこの、なんだ、スーパーミュータントの声がしたな。この音、ケツ頭が現れないかな。足をきれいにもぎ取ってやるのに。う、何、どこにいる、誰かいる、何、そこにいるのは誰だ。いた、はい、フライ、やめない、まだいる、ダンス強いからな。こっちか、後ろを取っちゃう。ほら、なんか聞こえる、お茶目なスーパーミュータントもいる。カメラがあった、電化製品系統はね、スクラップしていいものにしたい。エレベーターがあるな。あ、声が近い。うん、後ろか。わあ、たくさんいる。グレネード。そんなに効いてないか。いただいて、なんか汚染色も随分持ってるな。フューズがあった、はたき、ラジオ、弾が入ってそう。ここは長い間誰も足を踏み入れていないと言っていい。誰も入ってない、排除。会場 OK。 お、これはミニニュークゲット。お、ブロック将軍のターミナルと鍵があったよ。酒もあったよ。ターミナルか。権限のある職員のみ。多いな報告。特に何もない。長い間放置されていたのは明らかだ。こっち開く、あ、こっち開けれる。あ、で、出てきたな。エレベーターがあったんだけども、自力で上にも登れる。いいよ、あ、できない。エレベーター使おう。階段も通れない。これ動く？動いてる。押す。エレベーターがやたらに暗い。パラディン、ここはこれ以上何もないのかな。確保だから、確保はしないと。まだどっかにミニニュークがあったりする。通るよパラディン。電話があった。スティンパーク、わ、いるな他の。あ、そうだ、ケロックピストルがあるんだ。これ使ってみるか。いない、
綺麗な水？え？まあ綺麗な水なら持ってこう。すごく退屈だって声がしたけど。ガイガーカウンターがスーツで狂ったように反応している。この機材は何らかの問題があるかもしれない。あ、強い。まだいるな。おお、あ、強い。これまだいる。どう、ちょっと放射能がある。警戒を怠るな。ここは誰もいないようだが、だからといって用心しないわけにはいかない。いや、さっきからスーパーミュータントがいるよ。スーパーミュータント強いな。あ、でもたくさんいるな。ほら、おっと、ランチョってきた。ブッチャーがいるな。リロード、これでもくれ。いいね、グレネード。もう一匹ブッチャー、しかも伝説。他の武器 SMG 突撃。あ、硬い。出て。グレネード結構強い。硬いよこいつは。 OK。とりあえずアイテム回収。ブラボーチーム試験ターミナル。タイプライター、なんか持ってる。伝説、これな。アサルトライフル最後。エネルギーダメージ、横にマガジンがついてる。まだデスクローの肉だ。パラディンダンスと話す。パラディンどこ行った？お、ミニニュークたくさんあるな。明るい。これ全部武器。おお、武器庫か。この先はもう特になんもない。パラディン、パラディンどこ行った？パラディンいた。パラディン、この場所を見ろ。お前も私と同じようにミュータントどもを憎むべきだ。なぜ憎むといえば答えは一つだけど、なぜそんなにスーパーミュータントを憎む？憎いとはあまりに生ぬるい表現だな。人類というのは後先も見ずに一歩踏み出しては結局二歩後退する羽目になるものだ。あの化け物どもはそれを表すもう一つの例に過ぎない。この狂気の沙汰に終止符を打つために何年も戦い続けているが、我々が優勢になりつつあるちょうどその時、人造人間が現れたのだ。私はスーパーミュータントが人々にしてきたことを見てきた。仮にもし人造人間どもが優勢になることがあれば、何をしでかすかお前に想像できるか。最終戦争だよ。また繰り返されるのだ。何を大切に思っていようと一切が終わる。おそらくは。いや、うんざりさせるつもりはなかった。言葉を盛りすぎたな。ただ私はこの任務の大切さをお前に分かってもらいたかっただけだ。最終戦争だって。人造人間がどうやって人類に破壊をもたらすって言うんだ？もし人造人間の数が人類を上回る時が来たら、奴らがもはや人間など必要ないと判断するまでどれだけ時間が残されていると思う？奴らには明らかに
自分たちより優れたものを作り出せる能力がある。我々は無用の長物となるだろう。その上、インスティチュートのテクノロジーが加担しているなら、誰も奴らを止められない。BOS でさえもな、考えただけでも身の毛がよだつ悪夢のシナリオだよ。いずれにせよ、もう十分だな。今大切なのは、お前が務めを果たし、核弾頭の安全を確保したということだ。プリデュエンに戻ってマクソンと話すべきだ。一刻も早くお前の報告を聞きたいだろう。解散だ。OK。とりあえず、目先のことからやっていこう。ここは確保。さあ、戻るとしよう。エレベーター。お前はプリデュエンに戻るべきだ。弾頭はこちらで引き受けよう。この後始末もな。じゃあ先に戻って報告を。ヘリコプターのお迎えは来てる？あれ？いないとなるとファストトラベルかな。できんのかな。できた。さあ帰ってきたプリドエン。マクソンはどちらへ？こっちか。頭に2発入れておけ。いた。ストロングトリデでの働きは見事であった兵士。BOS のために。BOS のために戦えて光栄だ。そう思ってくれて何よりだ。我らの務めはまだ始まったばかりだからな。インスティチュートを屈服させるためなら、使える武器は何でも使わねばならん。我が兵士には最良のものを支給したい。故にこれを君に託そう。シグナルグレネードを使えば、空の足が必要になった時に君のいる地点にベルチバードを呼べる。ベルチバード呼べる。ただ地面に投げるだけでいい。放たれた電磁気スモークをベルチバードが捕捉する。乗り込んだらピップボーイのマップをパイロットの航行システムとリンクさせたまえ。そうすればどこへでも必要な場所に連れて行ってくれるだろう。ファストトラベルでいいのではかもしれないけど、記述ついてるからこれはラッキー。ありがとう。ありがとうエルダー、大切に使わせてもらうよ。君ならきっと役立ててくれるだろう。ところで君も気づいていると思うが、ストロングトリデは連邦解放につながる最初の一歩に過ぎない。行く手にはさらに大きな任務が待ち構えている。そろそろ君も気づいていることだろう。我々が連邦に到達したのは偶然ではないことに。ここに来たのはパラディンダンスの偵察チームが記録した他に類を見ないエネルギー数値のためだ。スクライブたちによれば、この数値はインスティチュートにしか達し得ないレベルのテクノロジーの存在を、この情報が明るみに出たその瞬間、我らがなすべきことがはっきりと見えたのだ。インスティチュートおよび人造人間誕生の原因となった全ての者たちを取り除かなくてはならぬ。いかなる犠牲を払ってもだ。目的を果たすにはインスティチュートの本部の位置をつかむ必要がある。スクライブたちには慎重を期しつつ連邦中を調査させていたが、全ては無駄足に終わっていた。どこから始める？どこから始める？地上に出て我らの目と耳になってもらいたい。私に会う前から君はインスティチュートを見つけ出すことに強い関心を寄せていたようだ。そんな君なら正しく当たりをつけてくれることと信じている。侵入場所を発見したら直ちに私に知らせてくれたまえ。何か質問はあるかね、ナイトよ。大丈夫？今は特にない、エルダ。なら結構。解散としよう。インスティチュートか。まあインスティチュートに関してはそのメインのその息子の誘拐に関わってるかもしれないし、そもそもあの亡きケロックにインスティチュートっていう場所があると言われたしな。とりあえず BOS のクエストは今こんなところか。じゃあ特に何もない。そろそろ君も気づいていることだ。我々が連邦に到達したのは偶然ではないことに。ここに来たのはパラディンダンスの偵察チーム。じゃあとりあえず今回はここまでにして、また BOS クエストが増えたら機会を見つけてやっていこう。じゃあまたこのリユニオン、パイパーに話をかける、まあ、手がかりについてパイパーと話し合うと。これをじゃあ次回やっていこうかな。パワーアーマーもゲットしたことだし。それでは今回はここまでで、はい、ご視聴ありがとうございました。